準備できたよ。どうしたんだ？そこにいいものでもあるのか？前に進もう。わかった。わかった。前に進もう。敵は見逃しません。行動開始。行きましょう。行きましょう。行動開始。行きましょう。この剣を来光にして。私に服従しなさい。一刀両断。殺意が空気から伝わってくる。行動開始。行きましょう。行動開始。敵は見逃しません。この先に美味しそうなものがある気がする。私の番ね。少し状況を整理させてくれ。つまりここは西暦2017年、君たちも西暦2017年の人物で僕のことを知っていると。そうでなければおじい様なんて呼ばないわ。しかしそれが本当の話だとしたら、僕はどうやって500年以上も生きているのだろう。あなたは自身のために機械の擬態を作ったのです。マルウェアを使って人の体を盗むなんてこともしたのよ。とにかく私はあんたを信用しない。あんたが15世紀の人間だということを証明しない限りね。あんたの存在は異常よ。この周りにある他の時空を見てみなさい。
あんたみたいに生きている人間なんていないわ。確かに君たちに警戒される理由を否定することはできないが、どうやら未来の僕は君たちに嫌われるようなことをたくさんしたようだ。嫌いなんて可愛いものじゃないわ、あんたはね。まあいい、あんたが本当に15世紀から来たもう一人のあいつなら今ぶん殴っても意味がないもの。パラレルワールドの未来に干渉する余裕はないわ。パラレルワールド、うん、一理ある。少なくともタイムパラドックスは生じないな。ええ、哲学の基本常識とも言えるわね。待って、そんな話をしている場合じゃないわ。テレサ、デュランダル、こいつをどうすればいいと思う？500年前に戻すとか？でも博士が言ったように、おじい様本人の可能性もあるわね。私には彼がとぼけているようには見えません。もちろんハイペリオンに連れ戻し調査することについても反対しませんが、ただ私個人としては今の最優先事項はこの異常空間の調査だと思います。ええ、一理あるわね。けどやっぱりそういう可能性は排除しておいた方がいいと思う。もしこいつが次元爆弾みたいなものだったら。未来の僕は君にとって恐れるべき相手のようだね。ち、余計なお世話よ。あんたみたいな気色悪い顔をした奴がどんなひどいことをしたか分かってる？その罪を数えてあげましょうか。テスラ博士、落ち着いてください。主教様はあなたたちに申し訳ないことをたくさんしてきました。それは承知しています。ですが今は過去の出来事よりも優先すべきことがあります。つまりこの混乱した時間自体のことだね。君たちにとって僕はよく知っていて全く知らない人で、わけもわからずに急に現れたと。しかし僕にとってもそれは一瞬の出来事だ。大きな戦いが終わって戦場が異様だと感じたら周りの人々が消えていたのだから。戦場？ああ、僕たちはついさっきここで天命本部の主力主教親衛隊を殲滅したんだ。待って、ちょっと待って、あんた夫アポカリプスがここで天命本部の主力を殲滅？あんたその時間から来たの？その通りだが、つまり僕たちの歴史が極めて似ているということかな。確かに1491年にそういった戦争がありました。当時まだ天命主教ではなかったオットー様が革命軍を率い、ここで天命本部の主力を撃破したのです。当時のおじい様は天命主教の正統継承者だったけど、思わぬ出来事のせいでその姉と甥に権力を奪われた。その二人の恐怖政治は十数年もの間、民衆の支持を受けたおじい様が彼らを打ち倒すまで続いていたわ。率直な感想だけど、あいつのような人間がどうして民衆の支持を得られたのか想像できないわ。巧妙な騙しの手口でも使ったんじゃないの？確かに僕個人の実力というより、みんなは僕を信仰のシンボルにしたかったのだろうね。そう、みんなは僕がいたからではなく、聖女の神話があったから一致団結したんだ。聖女の神話？天命の聖女、それってカレン・カスラナのこと？当然さ、カレン以外はいやしないよ。僕の知っている世界には二人目の聖女は存在していない。カレン、彼女は僕のせいで死んでしまった。
その罪に耐えきれなかった僕は、何の意味もなさない現実逃避ばかりしていた。あの頃の僕には、彼女がいない世界と向き合うことはできなかったし、したくなかったんだ。僕は、ベネツィア人が墓地にしていた島に逃げ、そこで神父の名義を使い、特殊な孤児を引き取る修道院を開いた。これでも一応貴族の端くれだからね。落ちぶれた暮らしの中でも好きなようにすることができた。しかし、天命の地下にいる民衆たちは、自分たちの暮らしに失望したとしても耐えるしかなかったんだ。その暮らしから逃げられない人が多いせいか、聖女は一つの信仰として民衆の中に広まっていったんだ。信仰ですか？ああ。カレンはこの世界で唯一の聖女で、カレンの死があらゆる罪を持った人々の罪をあがなっていると彼らはそう信じている。彼らは聖女に関するあらゆる人物や事件を崇拝し、それらを魂の拠り所として天命の恐怖統治に抗っていた。そしてあんたはそれをうまく利用したってわけ？彼らをあんたが主教の座につくための踏み台にしたっていうの？君、なぜそういう考えが生まれるんだい？は？あんたの顔を見て、どうせあんたならそうするって考えたからに決まってるでしょうが。あんたはその顔で、ムーンライトスローンの発明者と、天命最強のバルキリーを死なせ、人類のために戦った第一律者を殺した。そしてあんたは、第一律者の後継者の邪魔をし、第二律者を外に出し、数千万人の命を奪ったのよ。落ち着いて、テスラ博士。今あなたの目の前にいるこの人は、あなたが責めている人と直接的なつながりはないのよ。ち、そうね。あんたはあんた、あいつはあいつ。あいつは恥知らずな非道だけど、あんたもそうなるとは限らないわね。悪かったわ。見た目で判断すべきじゃなかった。だけど、あんたにも知ってほしい。私たちが知っている、オットー・アポカリプスという男は、様々な言葉で表現できるけど、善人という言葉だけはありえないってことをね。いや、礼を言うよ。は？その言葉のおかげで、僕は自分のことにちゃんと目を向けることができた。感謝するよ、未来の博士。僕の心の奥には、時間ですら埋められない空洞があるんだ。聖女の光を追いかけるほど、その空洞は僕の魂を深い闇に落とす。救いようがない猛毒みたいなものさ。僕という人間は、人体実験に手を染め、自分を慕う仲間を殺した。確かに君たちの言ったように、果てしない闇に落ちるリスクもあるんだろう。僕にとって、聖女のような博愛心に満ちた人になることは、苦行、戒律、自分自身を束縛する行為でしかない。僕は、もし、この出会いを経験した後でもまだ元の世界に戻れるのなら、僕は、天命主教の第一継承権を放棄する。この内戦で、僕は新天命の組織を整理し、変革を行った。たとえ僕がいなくても、滞りなく自走するはずさ。というより、主教がいなくても成立する天命の方が、聖女本人の理想に近いだろう。だから、継承権は僕にとって、僕の心の執念と向き合うためのシンボルに過ぎない。
君たちのおかげで新たな視点でそれと向き合い、全く違う結論を出すことができたよ。異界のオットーさん、その自制の精神に感服しました。ただ今はまだ解決しなければならない課題があるので、座ってゆっくり話すことはできません。確かにレーダーによるとまた新たな敵が出現したわ。みんな戦闘準備を。位置につきました。テスラ博士、こちらのオットーさんに戦場の特殊空間異常はないか調べてもらえませんか？は？今あいつらを片付けたばかりなのにどうして急に？ああ、わかったわ。確かにその可能性はあるわね。やってみましょう。急に何の話？結果が出たらすぐにわかるわ。さ、オットーはそこにいて動かないで。もしかしたらこの検査であんたを元の世界に戻せるかもしれないわ。声を出さないで。私の番ね。どう？パラメータは調整済みよ。はい、このメガネをかけてみて。これは人形の糸？この予想外の出来事も支配の律者と関係があるの？ふふん、その点に気づけば予想外の出来事なんかじゃないわ。道理で今まで律者コアを発見できなかったのね。ほら、他の時空の部外者に巻きついてるじゃない。現役の天命 S 級バルキリーさんも見てみる？これはあんたの不思議な発想のおかげで発見できた手がかりよ。はい、これは確かに報告書に書いてあったクグツの糸と似ています。博士、もしその糸をたどればその先に。いや、それはそう簡単じゃないの。相手は私たちと違う次元にいる可能性が高いから。けど安心して、あの人形たちのおかげで今のネゲントロピーは誰よりもその手口を熟知してるわ。とにかく十分なデータがあればコアの座標を割り出すことができる。その後は空の律者の力を借りて奪えばいい。そうすれば異常空間を解決できるだけじゃなく、この迷子になったオットーも元の時代に戻ることができるわ。では今の僕がすべきことは？歩き回ってなさい。違う場所でクグツの糸を観測する必要があるから。場所と場所の間が直線距離で300メートル以上離れてることが一番望ましいわ。その間、私は観測データを使って計算の精度を上げ、ハイペリオンにいるキアナに準備作業を済ませるように連絡しておく。では私とテレサさんはその護衛を担当しましょう。共に行動すれば心配元も減りますから。ええ、その前に今の状況をハイペリオンにいるみんなにも共有したいわ。天命側として意義はないわよね。はい、とても理にかなっていると思います。
あ、状況は把握した。それなら情報が全部一致する。はい？情報って何の？情報提供者本人に説明してもらおう。じゃじゃーん、サプライズ。テスラ先輩、私のことをまだ覚えてる？エリザベス・マクスミスよ。今は低迷の同僚たちに長ミスと呼ばれてるわ。ストップストップ、誰よあんた。はあ、やっぱりそうね。まあよく考えたら先輩は多忙だから、面接に遅刻して落とされた研究女子のことを覚えてるはずがないのよね。あ、待って、今のは別に文句じゃないわ。本当にあなたのファンなの、テスラ先輩。ツングースカ大爆発万歳。分かったわ。で、あんた一体何者なの？はい先輩、私のフルネームはエリザベス・長光マクスミス。だからあんたは何を担当してるのかって聞いてるの。私は天命星1504長光研究所の所長で、長光という呼び名はそこから来たものなの。なるほど、あんたは天命の技術スタッフなのね。それでボス頭、アインシュタイン博士に提供した情報というのは？先ほど本部のスーパーコンピューターを使って今回の異常の全次元崩壊エネルギー分布を分析したのだけど、あ、後ほどデータをそちらにも送るわ。分析結果によると、支配劇場のエネルギー特性は4つの仮の検査点において極めて似ていて、同じところから来てると考えられるの。オットーさんの主張の信憑性を検証することができると思うわ。主張？何のこと？ビアンカ。いえ、デュランドルさんは教えなかったの？私たちが支配劇場を使って実験を行ったため、この一帯の異変は支配の律者のコアの残片によるものだと考えられるってね。それがオットーさんの主張だけど、知っていると思ってたわ。ああ、そうね、確かにデュランダルはそういう風に教えてくれたけど、あんたは今分析結果を使って検証するとか言ったわよね。あんたたち、オットーが何をもってそんな結論を出したか知らないの？それはテスラ先輩ならわかると思うけど、オットーさんの許可がない限り、私たちのような普通の職員は計画の詳細を知る権利がないのよ。だから疑問や不可解に思った時は自分で手がかりを検証して真相を探すしかないの。それならわかるわ。何しろ私もかなり前にあいつの下で働いていたからね。話を戻すけど、全崩壊エネルギー分布の他に何か発見はないの？ええ、もしテスラ先輩が関連データを十分に収集したいのなら、聖537教会堂、聖1491広場、それからカスラナ街の東側をおすすめするわ。さすが天命、聖がつく場所が多いわね。そういう伝統です。1491年の内戦の後、一部の建物や街区は人名や家族名から重要な年を記念する名前に変わりました。それにそんな名前より、シーストリートや五番街という地名の方が変わってると思わない？いいわよ、呼び方はあんたたちの自由だし、オットーアポカリプス通りよりずっとマシよ。聖537教会堂、聖1491広場、カスラナ街の東側。へえ、
それぞれ北東、西、南東の方角なのね。まずは一番近い正1491広場に行って、その後は東の正537業界堂、最後は聖女川対岸のカスラナ街に行くといいわ。ええ、合理的なルートね。それらの場所でデータを収集した後、ハイペリオンに戻ってキアナと合流するわ。なんとかしてリツシャコアがある空間に近づかないと。待ってくれ、テレサさん。その件に関してキアナが君たちに話があるらしい。学園長、私たちのことを守りたい気持ちは理解できるよ。でも今、天命の不朽なる刃と長光も私たちに協力してくれてるし、みんな支配の律者による混乱を早く終わらせたいんだよ。そういう状況の中、私は空の律者の力を持つ者として、もっといろんなことができると思う。だから探索チームに入らせて、学園長。そうすればみんなも任務中に臨機応変に対応できるし、私の力ももっと上手に使えるようになる。ブローニャはキアナの気持ちを理解できます。今回ブローニャはあまり力になれませんが、キアナはもともと計画の一部です。もしそれでも心配でしたら、私もキアナと一緒に行きます。ブローニャさんたちだけでも十分ハイペリオンを守れますから。私たちもできるだけアインシュタイン博士とブローニャお姉ちゃんを手伝います。みんなの気持ちはわかるけど、テレサさん、もしよかったらキアナさんを探索チームに加えてください。以前キアナさんとは天球使と北アフリカでお会いしたことがあります。彼女が2ヶ月前に支配のリッチャーを倒したと聞き、私は感服しました。できればキアナさんとはもっといい関係を築きたいと思っています。はあ、あの人が邪魔しに来なければ他はどうにでもできると思うけど。心配しているようなことは起きないと思うわ、テスラ先輩。だってドゥランダルさんがいるから。はい。あなたという人は他は器用にできているのに、口だけは馬鹿正直なのよね。ごめんね、ちょっと意地悪を言うけど、もしオットーさんにあなたが守ってきた世界の泡を壊せって命令されたらどうするの？それは率直に言いますと、そんな命令に従うはずがありません。確かに私は彼の部下ですが、私の人生の価値や使命も彼の所有物というわけではありませんから。よくできました。ほら、この現実主義な正直者もあなたたちと大して変わらないわ。それに彼女がオットーさんに助けてほしかったことも、つい最近別の形でケリをつけることができたし、今の彼女はより自由なヴァルキリーよ。言い過ぎです、長光さん。誰も自分の一方的な理由で他人の考え方を変えろと言うべきではありません。だからごめんってば。今度あなたが研究所に来た時、スイーツを多めに用意するから許してちょうだい。とにかくテレサさん、これからの探索では不朽なる刃は遠慮会釈もなく、あなたとネゲントロピー側に協力します。わかったわ。じゃあ作戦効率を上げるために、まずはキアナと合流して正義1491広場でデータを集めましょう。それが終わったら残り2つの場所に移動する。問題がなければ各自作業を始めましょう。声を出さない。剣の道は利して害せず、成人の道はなして争わず。飛びつかれた。少し休ませてくれ。
始まります？はぁ？準備は？雷電の攻撃、早く！行動開始。準備できたよ。前に進もう。前に進もう。前に進もう。わかった。艦長、次の目標は決まった？この先に美味しそうなものがある気がする。私の番ね。お久しぶりです、キアナ・カスラナさん。うん。あんたたちから逃げた時は、こうして肩を並べて共に戦う日が来るなんて想像もしなかった。崩壊と戦うことで私たちの道が再び交わりましたね。そうそう、過去のいざこざは水に流しましょう。未来の天命は私たちのものだから。オットーさんも辞任する前に本当の道を見つけたことだし、彼の未来はおそらく私たちと交わることはないでしょうね。は？交わることはないってどういう意味？中道さん、あなたは一体？あ、先に言っておくけど、あくまで私の推測よ。理にかなった推測だと思うけどね。結論から話すわ。オットーさんはこの間の実験で過去に戻る方法を見つけたと私はそう信じてる。過去に戻る？それってタイムトラベルのことかしら？ありえないわ。この地球が正常に回っていることを証明する物理学がある限り、タイムトラベルの存在なんてありえない。私たちが捕まえたこの変わったオットーだって、本当に500年前のオットー本人なわけがないでしょ。うん、君の言い分も理解できるよ。ええ、テスラ先輩の言う通りね。 SF 小説のように時空をくるくるとねじったタイムトラベルは確かに存在しない。だけど存在論の観点から考えると、オットーさんはそういう意味で過去に戻ることができると思っているの。ちょっとあんた、何の言葉遊び？いいえ、テスラ先輩、存在論というものは真面目な哲学と論理学の派生よ。そうね、私が何を言っているのか説明するために、皆さんには時間の定義を少し思い出してほしいの。時間？時間は時間でしょって、この答えじゃ何も言っていないようなものかしら。いえ、時間は確かに定義が難しい概念よ。私たちがどういう視点で考えるかで決まるわ。本質から言うと、私たちは今という時点でしか考えることができない。だから私たち自身にとって時間は順番と因果関係を意味する。でも私たちがもし深く探求しようとして現在が何を意味するのかを考えると、悪いけど人類の論理ではそこまでしかたどり着けないわ。そうでもないわよ、テスラ先輩。先輩も知っているように、私たちの世界は存在の極限というわけではない。この世界の他に虚数の木と量子の海が私たちの運命に影響しているの。そうだけど、世界の他に時間になんの？待って、それって世界の外に観測者がいるってこと？それがまさに私たちの実験で得られた成果の一つよ。ダーニの神の鍵の起動実験から世界の青を虚数の木に接続する試みまで、この世界の外では時間にも法則が存在する。絶対的な混沌や無秩序に退化することはない。もっと具体的に言うと、そこでは時間の反転は自由で、他の空間や次元と何の違いもないの。その基礎の上、時間はもっと基本的な法則に基づいていて、他の次元と同じく様々なエネルギーの制限を受ける。そして一部の特定の制限があるからこそ、部分空間での時間の方向が固定され、万物は無限から有限になる。
それが私たちの世界、実数世界が存在する原因だと私たちはそう信じてる。すなわち時間が正の向きに進むというのは唯一の法則ではなく、この世界の存在によって生まれた結果だってことよ。よくわからないんだけど、つまりあんたが言いたいのは、私たちの世界は安定しているからこそ時間の流れに干渉できる力が存在しないってこと？その通り。けど虚数の木だと状況は変わるわ。なぜならその存在が世界という範疇を超えてるから。そうね、ゲームデータを記録するサーバーと理解しても構わないわ。このサーバーは様々な機能によって多くのゲームの世界が生成されている。そしてあなたはその中のある世界のキャラクターに過ぎない。あなたがゲームの中でした行動は全てサーバーに記録され、確認することはできるけど、それを変更する権限がないの。あなたはそれに慣れてて、サーバーのデータは誰も変えられないと思い込んでしまった。けれどサーバー自体にとってはそうじゃない。虚数の木という名のサーバーは任意のゲームの任意のセーブデータを使って新しい平行世界を生成できる。ネットゲームの運営がサーバーを統合したり、新しいサーバーを開設できるようにね。それだとパラレルワールドの理論とそんなに変わらないじゃない。新しいあんたは今のあんたじゃない、こっちのオットーと同じようにね。確かに私たちは一般的な意味でパラレルワールドをそういう風に理解してる。けどテスラ先輩、それはすでに存在しているパラレルワールドのことよ。何が言いたいの？私が言いたいのは、パラレルワールドの起点という特殊な時空の位置には他者はまだ存在しない。現実は一つだけ。その唯一となる現実を体験する者にとって、彼が選択した未来はそのままの未来になる。そういう状況はどの瞬間にも起きているのかもしれない。私たちの主観的な視点ではその変化を永遠に意識できないだけなのよ。ごめん、もう何を言ってるのか全然わからないや。ではゲームで例えましょう。例えばあなたは自由なキャラクター。そんなあなたの前に選択肢が現れた。自由なキャラクターとしてその中のどれを選択してもいい。でも外部の情報がない限り、他のバージョンでも同じ選択肢があるかどうかわからないでしょ。そして今のあなたではないゲームの中であなたがどういう選択をするか、あなたは永遠にわからない。わかるのはあなたはあなた、今は今、選択は選択ということだけ。あなたの自由な意志は確かに不変だわ。むしろあなたというキャラクターにとってサーバーのバージョンなんて何の意味もない。あなたの視点から見てそのゲームは後戻りできないし、選択だって一回のみだから。つまりオットーは虚数の木にある機能を使って人生をやり直したいってこと？やり直すという言い方は不適切。むしろ意味が全然違うと思うけど。そうね、確かにその方が理解しやすいわ。何しろ皆さんにとって大事な事実は動機にある。つまりオットーさんは過去に戻るチャンスを絶対に見逃さないということよ。はあ、そういうことか。もし本当に500年の時間があれば、僕の身にそういう変化があることもうなずける。変化って何のことよ？もし彼が500年以上という長い年月を生きたとすれば、彼の心の執念も僕の10倍、いや100倍にもなるだろう。先ほどの僕のように外部の情報によって自分の行為に疑問を感じるとはとても思えない。そうね、あいつより自分勝手な奴なんていない。あ、違った、あの5万年も生きてきたケビンもそうだったわね。けど
あんたの言う通りね。あんな奴が他人の言葉で変わるなんて想像もできないわ。では、彼が現状を変えるという選択をするように刺激を与えたのは、彼自身の意思であるはずだ。僕は権力に執着する人間ではないと思う。僕が天命に対抗する革命軍に加入した直接的な原因は、彼らが聖女の名を使ったからだ。身勝手は承知の上だが、僕は多分もうカレンという名前に失敗を経験させたくないのかもしれない。あんた、全部僕の本音さ。僕の動機は君たちにとってはおかしいし、何の価値もないかもしれないが、君たちも知っているように、カレンが死んだ時から僕の自我と呼べる部分も彼女と共に去っていったのだ。だから本音を、身勝手な願いを言うと、僕だってどの瞬間でも過去に戻って、カレンがまだ生きていた頃、僕にまだ自我があった頃に戻りたいと思っているよ。多分あの人も僕以上に思っているのだろうね。あんた、自分の人生はないの？ご立派な未来の天命司教が、500年もの間世界の運命に影響を与え続けた人物が、歩く影、かわいそうな操り人形だってこと？随分と驚いているようだね。多分君が自由の意志がどれほど稀有で脆いものかを忘れてしまうほど開放的な環境にいたからだと思うよ。僕のような凡人は舞台の上で大げさに見栄を切っても出番が終われば消えてしまう。明日、また明日、また明日と、こうして時は僕の無機質な顔に跡を残し、そして今、最後の一瞬に昨日という日にたどり着くまで。シェイクスピアの作品に詳しいんですね、異界のお父さん。ああ、そうだね。カレンと僕は彼女と一度会ったことがあるんだ。私は12歳の頃に異界のシェイクスピアさんと出会いました。彼女は一人の船長として私にたくさんのことを教えてくれました。そのおかげで私は他人に影響されず周りを見ることができましたし、事実に基づきすべきことをするようになりました。彼女がいたから君の価値観が成立したんだね。はい。だから彼女の話をきっかけに、みんなが着実に行動できればと思っています。皆さん、行方不明になったリツィアコアがきっかけとなり、私たちは協力することになりました。改めて言う必要もありませんが、この協力関係が誰かさんのせいで崩れてしまうのではないかと、ここにいる誰もが心配していると思います。しかし私が言いたいのは、あの人が予想外のことばかりするからこそ、私たちはより一致団結して彼が介入する前に問題を解決すべきだと思います。そうね。ディランダルが言ったように、私たちの協力の基本的な目的は崩壊による影響をなくすこと。だから何もせずに空論に熱中するのはやめましょう。決まった行動計画をもう一度共有するわ。一つ目、支配の律者の意図が存在すると思われる複数の空間を調べ、異空間にある律者コアの位置を割り出す。二つ目、具体的な探知を担当するのはテスラ博士、ディランダル、キアナ、異界のオットーさん、そして私本人。三つ目、実際の距離を参考に、まずは聖1491広場で一回目の探知を行い、リツシャコアに関するデータを収集する。みんな、時間は待ってくれないわ。急ぎましょう。はい。
準備できたよ。準備できたよ。天の道は利して害せず、聖人の道はなして争わず。前に進もう。わかった。運命を変えられなくても、もう逃げたりしない。早く宝を誰かに奪われたらどうするんだ。わかった。この力で誰かを傷つけさせはしない。前に進もう。わかった。前に進もう。前に進もう。わかった。前に進もう。わかった。準備はいいですか。前に進もう。いや、わかった。審判の時は来た。雷電のごとく早く。行動開始。行きましょう。行動開始。強風よ、私に服従しなさい。殺意が空気から伝わってくる。敵は見逃しません。行きましょう。行動開始。しない。この先に美味しそうなものがある気がする。早く行こうぜ。前に進もう。わかった。
園長、次の目標は決まった？わかった。この力で誰かを傷つけさせはしない。わかった館長、次の目標は決まった？前に進もう。わかった。前に進もう。わかった。前に進もう。館長、次の目標は決まった？この先に美味しそうなものがある気がする。早く行こうぜ。早く早く。宝を誰かに奪われたらどうするんだ。わかった。この力で誰かを傷つけさせはしない。わかった。前に進もう。わかった。前に進もう。どうしたんだ？そこにいいものでもあるのか？わかった。どうしたんだ？そこにいいものでもあるのか？わかった。前に進もう。わかった。前に進もう。わかった。前に進もう。わかった。そんなに見つめられても代わりに任務はできないよ。わかった。前に進もう。この力で誰かを傷つけさせはしない。わかった。どうしたんだ？そこにいいものでもあるのか？わかった。前に進もう。わかった。館長、次の目標は決まった？前に進もう。前に進もう。わかった。前に進もう。この先に美味しそうなものがある気がする。早く行こうぜ。次の目標は決まった？前に進もう。準備できたよ。わかった。
進もう。わかった。前に進もう。わかった。前に進もう。わかった。前に進もう。わかった。運命を変えられなくても、もう逃げたりしない。前に進もう。わかった。前に進もう。どうしたんだ？そこにいいものでもあるのか？この力で誰かを傷つけさせはしない。次の目標は決まった？お前、何じっと見てるんだ。オイラは非常食じゃないぞ。前に進もう。わかった。この先に美味しそうなものがある。この力で誰かを傷つけさせはしない。この先に美味しそうなものがある気がする。早く行こうぜ。前に進もう。前に進もう。運命を変えられなくても、もう逃げたりしない。わかった。前に進もう。わかった。どうしたんだ？そこにいいものでもあるのか？この力で誰かを傷つけさせはしない。わかった。前に進もう。館長、次の目標は決まった？この先に美味しそうなものがある気がする。早く行こうぜ。わかった。前に進もう。この力で誰かを傷つけさせはしない。早く早く。お宝を誰かに奪われたらどうするんだ。前に進もう。運命を変えられなくても、もう逃げたりしない。前に進もう。行きましょう。行動開始。行きましょう。行動開始。
に奪われたらどうするんだ。行きましょう。でも代わりに任務はできないぞ。